皆さんこんこにちは下坂織です本日は特別番組として第2回電声戦をお送りします伝説戦はプロ棋士にコンピューター囲碁が挑む公式定期戦で昨年3月に第1回大会が開かれました前回対戦したプロ棋士は24世本因坊秀芳。コンピューターは前とクレイジーストーンがそれぞれ4種で対局。 前は24世本因坊州邦に前線したものの負けてしまいましたがクレイジーストーンは三目勝ちという快挙を成しし遂げました。今回第2回伝染戦でプロに挑むコンピューター囲碁は第7回 UEC 杯コンピューター囲碁大会で優勝したプログラムと準優勝したプログラムです果たしてどのプログラムが伝染戦に登場するのでしょうか それでは UEC 杯の模様をご覧ください第7回 UEC 杯コンピュータ囲碁大会は3月15日と16日の2日間にわたって開催されました世界中でプレイされている囲碁だけに海外からの参加も多く世界中から16のプログラムが出場しました中でも注目のプログラムは 前回優勝のクレイジーストーン同じく準優勝のゼン2年連続3位の綾綾は今やプロ棋士に匹敵する強さとなった将棋プログラム YSS の開発者でもある山下博さんによるプログラムです。そして 第四回大会において初出場で優勝した MP フエゴは二度目の優勝を狙います。大会初日はリーグ戦。その結果で翌日の組み合わせが決まりました。初日の結果はご覧の通り、一位から四位までは優勝候補が順当に独占しました。 大会2日目、負けたら終わりのトーナメント戦で波乱が起きます。1回戦で4位の MP フエゴがマシントラブルの影響もあり、13位のカレンに敗退したのです。その後もプログラム同士の熱戦は続き、勝てば伝説戦への出場も決まる準決勝、1組目はクレイジーストーン対初出場のヒラボット。 結果はクレイジーストーンの勝利もう一組はアヤ対ゼン結果はゼンの勝利でした敗れたアヤはこれで3年連続3位となり念願の決勝進出は来年以降に持ち越しとなりました決勝に進出したクレイジーストーンは フランンスのデミクーロンさんが開発コンピューター囲碁界に革命を起こしたモンテカルロ法を採用した先駆的なプログラムで UEC 杯では前回を含む3度の優勝を誇ります対する全は加藤英樹さんが代表を務めるチームディープ z が開発したプログラムで UEC 杯は今年で4年連続の決勝進出 2年前には初優勝も遂げていますそして迎えた決勝戦はゼンの戦番で対局が開始されました勝負は2点3点しますが途中クレイジーストーンに形成判断ミスが発生ゼンが2年ぶり2度目の優勝に輝きましたご覧いただきました通り 前とクレイジー・ストーンが昨年に引き続き今回もプロ棋士に挑戦することになりましたその対戦相手となるのが与田範元九段です。名人4期五世6期などタイトル獲得数は35世界戦でも2006年に第7回脳震杯で主将として3連勝し日本チームを優勝に導くなど日本囲碁界を代表するトップ棋士の一人です 与田九段対コンピューター以後、果たしてどんな戦いが見られるのでしょうか。2> 第二回伝声戦をこれから始めさせていただきたいと思います。それでは早速ではございますけれども、対局者の方をご紹介したいと思います。まずはあの日本棋院プロ棋士でいらっしゃいます与田範本先生です。 前の方にご登壇ください。<laughs> 今日は対局よろしくお願いいたします。えっ、ー、と本日の対局に向けましてどのようなご準備をされたのかというようなことをちょっとお伺いできればと思うんで、はいますがいかがでしょうか。<の>はい。全のそのなんていうんですかそのソフトっていうかそのそれが元になっている、えー、店長の意図というあのいただきましてそれで。 打ってたりしまし、ててちょっっと傾向を探たども、<はい S 1> <laughs> なんかあのコンピューターにの,あのなんか特徴とか、<はい S 2> 打ってみた印象とか、伺えればいいよろしいかと思うんですが、いかがでしょうか死活が結構強い,強い印象があるんですね、死活専用のソフトっていうのは、もう人間はかなわないんですが、ところがこれに関しては、死活はまあ分かってないことが結構多いのかなっていうふうには思いましたね。 はい、今日はどんな作戦で望まれるおつもりでしょうか、はいえー、プロがあのアマチュアの方とおき去を打つときは、まあ、指導するというような、えー、目的で打つんですけど、これはちょっと指導語とは違うので、はいろいろこの、えー、なんていうんですか、柵を浪しまして、勝ちに行こうかなとは思っておぜひあの、プロの技を見せていただきたいと思います、はい、よろししくお願いいたします。 はい、引き続き開発者の加藤さんとそれからレミさんにご登壇いただきます <laughs> はいそれではえっ、ー、と今日の対戦に臨まれる感想を一言ずつ伺いたいと思いますまず加藤さん、えー、よろしくお願いいたします、えーまあ、対局前に、えー、勝率どんくらいあるかと。 何度かか聞れてますでまあ,あの与田先生次第とお答えしてたんですが <laughs>、えー、結構本気で来られるとなりますと結構部が悪いかなとちょっと正直思っておりますけど、まあ、確かにあの先生おっしゃるように局面によって強さが大きく変わるんですね今の言ってタこ語そういうこともございまして局面次第で強さが大きく変わるんでまあ善、えー、に有利な局面になっていくと善、まあ、にも十分勝機があるのではないかと思っておりますありがとうございます。 So, yeah, uh, Remy-san. Well, I, I thank you for organizing this uh, interesting tournaments, And I have to admit that I am maybe a little bit intimidated by my opponent today. But uh, fortunately, uh, Crazy is a computer, so Crazy is not intimidated. And I hope <laughs> we have a, a nice game. Thank you. <laughs> はい、それでは、えー、と対局者の皆様には、えー、と別室の対局室の方に移動していただいて準備を進めていただきたいと思いますよろしくお願いいたします <laughs> それでは引き続きまして本日の解説は小林聡九段と木下坂みおり二段ですお二人はあのコンピューター以後についてどのような印象をお持ちでしょうかまずはあの小林先生いかがでしょうえーっとですね 竹宮さんが敗れ、石田さんが大苦戦したという僕の兄弟子がいじめられている印象ですね。<laughs> はい、下坂先生いかがでしょうか。印象はえっと、私はコンピューターとは対,対局したことがないんですね。もうここ数年ですごく強くなってるんだろうな、という印象は持っています。はい、ありがとうございます。それではそろそろお二人の方にマイクを譲りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 よろしくお願いします今日は与田九段は和服での投票、はい、ですねそうこれはねもう勝負服なんですよ <laughs> <laughs> 間違いなく普段でも勝ちに来た時は着るんですよ、はい じゃあ相当気合が入ってると見て、はい、いいですねなんですがコンピューータ見えないでししょ <laughs> <laughs> 相手としてはとそうそう何をやっても分かんないんで、はいまあ、そこが依田さんのちょっと不利なところ思いますね <laughs> あ与田九段の威圧感が伝わらないえな本当とすごいんですよ前に座られると、はい、で10時間ぐらい前にいるともう疲れてくる <laughs>、はい、で手つきがまたびしーとくるでしょ でも小林が先輩ですが全然後輩みたいいになっちゃいます <laughs> ええそしてこの「クレイジーストーン」がまず1曲目の対戦相手ですがなんだかすごいモンテカルロ法っていうなんでしょうね何 <ねえ S 2> の法だか知りませんけど <laughs> <はい S 2> <laughs> な,なんだかコンピューターは勝つ確率の高い手を選ぶ。 聞いたんですが、はい、あのですね、はい、僕もそうやって動ってます <laughs> なかなかうまくいかないだけど <laughs> じゃ基本的に考え方は同じとていい、ね、あ,あの僕は55になるんですが55年前からやってるんですが、はい、全然進歩しないいということで対局準備ができたようですこれより 与田則本九段とクレイジーストーンの対局を始めます手合い割りは四試クロバン半目込み出しです持ち時間はそれぞれ三十分それを使い切りますと一手三十秒未満で打っていただきますただしコンピューター側はコンピューターを操作する時間およびコンピューターの打ち手を再現する時間は含まないこととしますそれでは時間になりました始めてください 胸をなで下ろした感じですけども響かないよ <laughs> こんなことやっても <laughs> <laughs> 彼は何やってるの彼は、うん、今レミさんですかね、うん、シルが打ったって打っ,った手をパソコンに入力して ののみなんだね。そうですね。うん、で、パソコンがいろんな図を考えて、うん、出した答えをまたリミさんが着手するという流れ。はい、そういうことなんだね。はい。で、こうまあ多分こう打つんでしょ。あ受けるんですか。だって一番勝ちやすいんでしょ。ああ<ー>。うん。打ち込んだらもうアホですよ。<laughs> <laughs> でもうややこしくなるんだから。<laughs> なるほど。うん、じゃあなるべく戦いは避ける。 作戦なんでしょうかね。でもよ四子なんでねあ。受けましたね。うん、当たりました。だからこの時にここも白地という顔して打つのか。ああ、だから普通こうでしょ。はい。これをここに打つということは、これじゃ勝てないということだね、与田さんの。なるほど。でどん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 次に手抜いたらここを打つでしょ。と十二十三十もう三十五ぐらいになる、ね。<laughs> 効率がいいですねこれ、うん、あでもねう、多分何百曲も解説していると思うけど、はい、とうとうコンピューターですよそういう時代ですね,ね時代になりましたね <laughs>、はい、島坂さん、聴きてやってるけど初めてでしょもちろん初めてです、ねね、すごく楽しみにしてきました、うん、だから趣味は何ですかとか意味ないもんね <laughs> <laughs> ね。この手は必要なんですかいやえっとね 一般的には、こういうふうに肩を疲れて、こういった時に、ここがもう止まってるんで、低くされるんで。そういう時に打つだけでね、逃げる手ではないんですよね。はい。でっかかった。とにかく、一目勝てばいいという考えがあるって聞いたんですけど。そうですね。なるべくリスクは。 最小限にとということでだからすごい硬くなる可能性があるわけでしょはいもし10文飼ってたらそうですねそれ見てみたいね <laughs> <laughs> どのぐらい固いのかあこれは高く打つんだああ<ー>こんなことやったら後で入ってくるよね <laughs> <laughs> いいのかなもし人間でしたら高い方が普通なんですか <laughs> えっと <laughs> 人間でもコンピューターでも一緒なんだろうけど、<laughs> そうですね。あの昔ねこういう受け方っていうのは、<え>僕がこう覚えたときは絶対叱られた。そうなんですか、ねはい。もうありえない。なんでですか。もうなんか人間越しでね、本当にあ,<ー>あの波紋の世界ですよ。今ねこれが支流でね高い方が珍しいですからね。そうですね。与田さんは。 とにかく広げて、はい、で自分の字にして打ち込んでいこうという作戦ですかねそのようですね普通ですとこういった簡単なあそ,そうねはこれはね僕普段の静岡でもやんないですあ、そうなんですか、ええ、やっぱ愛の無知というものがあってね <laughs> こ,こ簡単に打ってね勝っても強くならないんで、ええ、なるべくやや,やこしいは打ちますけどね <laughs> はい、でこういって黒が受けましてあこれねこれはあここが嫌ですね嫌なんですよ、はい、プロ同士でも嫌がるんですよこの手はそうなんですね、はい、この手にはどう対処すればいいんですか、うん、あこれね僕指導碁やってて最悪パターンね、ええ、こうやるんですよ <laughs>、はい、でこうやったらね今度こっちにやるんですよ。はい、ででこれまでやっといて 心配になって、ここに移してるんですよ。あ<ー>、可愛い,いなと思ってね。<laughs> 相当小林九段が怖く見えたんでしょうね。うん、そうですかね。<laughs> で、まあ、だ,だから、まあ、本来。ここ今まで教わったの、二つ。まあ、侵入がある時は、もう受けちゃだめって教わりましたね。はい、はい。だから、まあ、挟むっていうのが一番の。強打ですけどね。あ、まあ、こっちもあるでしょう。 挟みましたね。はい、そして白が肩です。うん、でも、まあ、一般的に非常に素直な子ですね。はい。先生もそうですね。え、いやいや、普段すごい素直な子なんですよ。<laughs> 汚れてないよね、<laughs> 子がね。<laughs> 性格が。 素直なんで。もうもう僕らヨダ君とか大麺さんとかみんな汚れきってるからね、お場の中がねで。まあこういう点に対しても、こう普通に打ちたくなくなっちゃうんですけど、<laughs> 普通は押し。普通の人右下に挟んでいきましたね。あ結構やる気あるね。<laughs> うん。 これはねいいことですよ。はい。あのこのプログラムは強くなるなりますよ。あそうですか、はい。この僕が褒めてること全然わかんないのが残念だけど、<laughs> やっぱ打ち込むっていう考えが持っているのはいいことですよ、うん。でも白に勝つチャンスは大いにあるっていうことですね。あその分感動も大きいわけですね。はい、そうですね。そして。 飛びましたおおその辺もいいじゃないおおらかで、はい、なんかこんな感じあるじゃないええ、うん、こんなんじゃだめ<あ>広く広くねさすが今のところはじゃあ順調順調だね、はい、多分40目以上勝つでしょう <laughs> 4勝入ってるから行っても悪いてないしね、はいうん、非常にいい感じですね いい音だね, <laughs> ね石音が高いですよね高い与ね、もう不思議なんでね普通まあが体がいい人っていうのは相当多く人多いんですよそうなんですね与田さんだけね気合が入って <laughs> 小林九段はどちらのタイプですか相当多きます相当バレないように <laughs> <laughs> なるべくバレないようにバレないようにね で、まあこれは引くんでしょうけどああ,ああ、ハはったかああそれもあるね厳しい方を選びましたね、うん、でもこの数分で、はい、勝ちに直結してると思って,ここに打ってるんでしょそのようですねすごいよ <laughs> いやいや普通はこうだよはいこういうふうに厳しくいくっていう,うになってるんだねこれが2位そして このコンピューターは2位。そうですね、準優勝のプログラム。もう一位、どうなってんだろうね。恐ろしいですね。うん、なんか、結構いい勝負みたいね。一位と二位は。えー、力の差がね。特にクレイジーストーンの方は過去三回ほど優勝しているとのことなので。三回か。そして黒がぶつかり。ですね。はい まあこれで左辺の戦いはちょっと終わりなんですが、はい、やっぱりこの左下隅の2個あるのをどう解決するかおとなしくさささっと生きるか <A> 中央に逃げるか例えば生きるとするとどういった手があるんですか <laughs> これはですね一番手っ取り早いのは、はい、こうやってここに桂馬に打つんですね。 この形が一番安全とされてるんですよはいでこれはね下がる打ち方もあるんですが気力によってはですね下がってで、まあ、こんなことになってでこんなことになってこんなことになってあと嫌な思いをすることがあるんで、はい、あのプロでも桂馬に受けるケースがありますね。えー、ですのでこの形ではコスミつけて こんな感じが硬い手ですねあ、でもつけた、はい、つけて白が跳ねまして黒が伸び <laughs>、うん、そして白つけですねここで切ったら強いねこれシチいいよね黒あ、切り悪いかなシチと言いますとここれねはい、あこちらにつけたとして ちちちちちちちあれ、当たっちゃうね。あれ、当たんない?。最近ひどいんだよね。ああ、黒がいいね。はい、うん。ここでね、切る能力があったら、大きく。切りましたね。ちょっとびっくりしました、今。これはだめだね。米田さん負けだね。<laughs> <laughs> ここに切られちゃダメだ。<laughs> この時にこの手が鳴くんですよ。この一点があることがね。だからここに切り込むっていうのは素晴らしい。いやー、やーこれはすごいぞ。ここで黒板です。そしておし。あ,あ、そうそうそう。これ大事な一手ね。この可変の押したってね。もういい勝負じゃない。 いい勝負。ここに来ましたか。これは一般的にはあまりいい手ではないんですよね。陣になりやすくなるんで。隙間を残しといた方がいいんですね。伸びて桂馬、はい、です。霞付けを。で下がりました。これを打ったということはもう打ち込まない。 私、なんか通じるものがあるようで <laughs> これはいい手だよね <laughs> そうだよね、解説下坂さんがやったがいいよねとんでもないこれ困るねこれは黒も切れますよね、はいはい、この切る形が非常に形悪くてね、今度はね出し狙われてはいうだからもう攻める体勢にはないよね えー、ああ、そうですか。それ狙ってたんですか。そうですね。うん、実戦は。切りは。打たずに押して,押して。で、いきました。た、まあ、これは伸びるでしょうけど。はい。これは。うん、ちょっと厄介ですね。あ、跳ねましたね。あ,あ、あ。センスがいいわ。<laughs> いや、これはもう関心。いや。 そのまあ切った時に出が効いてる形と見れば、竹筆を受けれるって言ってんですね。はい。だからいいんですが、センスはいいけどいい手とは言いませんよ。<laughs> うん。非常にこうやっぱ伸びやかな手ですね。まあ将来のそのまあ伸びしろを感じますよね。はい。そして白が左下。 跳、うん、ねました。いやーこれはやっぱり与田さんね本気だね。<laughs> 本気本気。勝ちに来てますか。勝ちに来てる。でこれはねあのちょっとカウンターですね。攻めに来たから<え>こういう点に対してどうしても受けなきゃいけないでしょ。はい。でまあ仮に通ったらここでもポイントを取ってしまうと。はい。でそれをカウンターとしてこれをしのげばどん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 プラスになるということですが。えー だからこういうふうに押さえたいんだけどこう当てられるとツナいでくれればいいんだよね繋、はい、いでくれると逆襲が待ってて。でこういうような攻めになると確か詰めは怪しいというだからこれがいき生きれるかどうか難しいからね、はい。ここは黒としては避けたいところでしょうか。あそれで伸びた 手を抜いたんですね、うん、でも非常にやはりなかなかなもんだね羽に伸びまして、うん、手割が飛んで、はい、なるほどねそして飛びですかわいいねその手はかわいい <laughs> うんあ、これまたあの非常にいい手だけどねええー、うん。フェンスいいねこういうことですね渡らそうとはい で伸びる。渡ろうそう、出て取っちゃう。あ。これはもう繋がらないんですね、城。繋がらないね。あ、それ、この伸びと飛びと。あ、すごいな。の、で、弟子にしたいね。<laughs> この人 <laughs> もう、ね。あの、こういう打ち方をして。<laughs> こういうことを考えるっていうのは想像つくんですよ。 はい、でもここに形のいい形を作る習慣があるっていうのが恐ろしい。えー、非常に美人,<う>美人です。そうですか顔にすれば下坂さんぐらい美人です。あ,あれ竹宮さんみたいになってきちゃったな <laughs> 僕も。非常にでこ,これがね霧が当たりになる格好なんで怖くない。 あ、でもこうっつっあるね、それでこうってあ、相対していい手ではないんだね、ここに切り込む切り込んで筋があるんでねはいだからいい手ではないけど、非常にやっぱし能力がある手ですあ、与田君も強いじゃん、跳ね出したね <laughs> <laughs> 当たり前か <laughs> 当たり前ですね <laughs> はいで、つなぎまして、うん もう白は全部連絡したんですね。大きくなったね。はい。21だね。でまあこれ伸びきって言うからそんなに大きくはならないんですけどね。ええ<っ>。あれがまあ20普通でいうと20とすると40ですが、なんかもうこの辺だけでも40あるもんね。はい。10、20、30、40。あやっぱ40目ぐらい曲げるわ。<laughs> この調子だと。じゃあ。 クレイジーストーンはいい調子ですね。いい調子ですね。与田さんももう最強に打ってますね。でも小林九段から見てこのコンピュータエイゴはどんなところが一番強いと思われますか？うん、いや僕はな打ったことないんで噂であの中央に対して非常に能力を発揮するっていうのを聞いたことがある。中央に対してはい。はい、あとやっぱ一目勝てばいい。 だから、えー、その最前哨を選び取るっていうのがやっぱすごいなと思いますね。はいえー、でそれができないんですよ普段の対局で。僕半分勝てばいいでしょ。えっとはい、はい、勝てるもんなだ。<laughs> そうですね。それが年とともに計算もできなくなる。<laughs> どんどんダメ。あれ切らないの？えっとはい、今考えていますね。与楽団が考えています。ああそう。まあこれは。 やるなぁと思ってんでしょうねはい、うん、あと白が打ち込んできた時にどういう反応をするかだけど先ほどのコンピューターのどこが強いかという質問を立ち合いの王明円九段にしてみたんですけども王、はい、<laughs> 九段曰く、はいわく。 コンピューターは疲れないところが一番強いああなるほど体力的な面もあそうおっしゃってましたが。そうだね疲れないんだね、はい、疲れるよねゴーツとね疲れますねあれねなんで疲れるかわかったんですよなんでですか勝とうとするかなん <laughs>、はい、え負けてもいいと思もうもでもコンピューターは勝とうとしても使えないっていうことでしょそうですねそれが恐ろしいよねはいうん で、まあ、これは抑えないと気合負けなんですが、<っ>当然切ってくるということですよね。ここは結構白石も多いところですけども。いや、でも、このでもすごい手ですね。はい。気がつかなかった。できる。できる。はい。で。まあ、こうやった時に、この伸びが先手になる。っていうことですね。本来こういうのが一番怖いんですが。はい。をつけて。 出たら切っちゃいますからね。はい、はい。で、こっち出たら、こういうふうに言って、繋いだら、繋ぐと、まあ。まあ、この展開じゃ黒が有利ですから。はい、えー。やるね。やるね。そうですね。こんな弟子いたら、いいよね。育て甲斐がありますね。それか育ててもらう。<laughs> 一緒に強くて。<laughs> そう、教えて、あの。<laughs> いやまあ先生、大先生の師匠の石井先生みたいにね <laughs> あだからここであ飛んだかやっぱまあ依田さんとしては相当強いと見て<っ>無理な手はは下げてますね、はいここちなみにこの左下なんですけども黒からそうでの。はい まあこれが一番心配ですか。はいでまあ、こうやってこうなって,、はい、出してこれが当たりですので継ぐよりないと。<っ>で、まあ、これでとりあえずここはしのいでると。なんですが、まあ、ここで出ればこの辺はズルズルズルと取られてしまうと。そうですすね。ね。取られてしまうんでこれは黒ちょっと損のやり方なんですけど、まあ、打つなら次からいくんですね。はい。でデッドを飛びを見合いにすると。ええー。 ということですがここで出たと素直ですね。で白を押さえましてこを切って当ててはいじゃあどうするこの2目を取って大喜びをするのか、ええええ、一般のアマチュアなら大喜び <laughs> <laughs> いや白の石を取るっていうのはう嬉しいですよねそそれも与田先生の石だからね。<laughs> <laughs> でもここで時間をかけるということは、<っ>この価値を考えているのか、やっぱ価値を考えっているかですよね。はい。お、あ<っ>いやーもう本当ににくいな、<次>にくい。<laughs> <laughs> <laughs> にくいよ。白がこすんで渡りました、はい。で、まあこれでここのデルタが一番いいと見るかね。はい。 もっと広い方を考えるのかですよね。ええ。どっちですかね。もし正しいとしたら。出るっては何目ぐらいの点になるんですか。それはコンピューターに聞くのが一番いい。<laughs> ええ、ま、まあ、ざっと、まあ17、十七八って感じだね。十七八目、うん。あ、あ<っ>出るはいっぱいあるんだね。いろんなところ出るとかるね。<laughs> この中央も出ですね。<laughs> はい そして白が押さえました、はい、で、これこういうとこは切ってほしいんでね上手の立場からするとはい、切りは二箇所ありますがあ,あ,あ,あ、これが一番こちらをまあ、これもありがたいねはいまあこういってステーにして小さくしちゃうとえー、で、どん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 いい方向に行こうとでもね、どうもこれは打たないねあ、うん、また 筋の良さそうな手が出ましたよ。本当だ。筋の良さそう、いいよね。はい。だか田さんはもうこの打ち込みにかけると思うんだけど、引きつ,<ん>引きつけるかどうかでね。引きつける。うん。これを最後のご思想として。はい。 硬いね打ち方見てるとこれは四指は白勝つの大変な打ち手ですねそうですか、はい、アマチュアで言うと何段ぐらいと見ていいですかそれは甘い段ですか本当の段ですかどちらでもはい。<laughs> <laughs> 本当の段だとやっぱ七段ないとダメだね与田さんに四指で打つには、うん これを強く今出たんでコンピューター君はいいって見つけてるはずなんですよ。桂馬あれ人間っぽいな。<laughs> うん。こ、こすんだか。え<っ>。ほらなんか与田さんが今勝ちに入った手なんだもん。<laughs> 今気持ちいでねこういうこの受けさしてさんさん入った時で気持ちよく打って十目ぐらい曲げてんでしょ多分最後はえっと白,白が。<laughs> <laughs> あの<っ>まあこう羽根出しますと、こう,こうです、ね、ついて、ね、えで、まだここにも穴があるんで、これを囲い切るのが、<ー>でこっちがなくなっちゃうんでね。可変はちょっと囲いにくいんですね。にくいですね。ですので、こう我慢するでは実は最善手なんですね。はい。まあ,あ実戦もなってますね。はい 右から押さえました、はい、さてと一つにここに継ぐ手がこの二目、はい、まあ一目を助ける手がこれに先手かどうかっていうのがありますね味がありますか例えば 白がここに受けたとして。でこうですね。遮ります。で切りですね、えー。はい。で伸びが効いてますねえ<っ>。で切りますね。で出た時にここに押すと。押す。で抜けば取っちゃうから、こうやって。でここに継ぐと。はい。これでこの二目は取って終わると。 今ね僕やっててね、はい、今の図は僕は0.1秒で分かるんですよ。でもコンピューターは00 0.00001ぐらいで分かるんでしょ <laughs> どうなんでしょう分かんないの <laughs> <laughs> だからこの筋を読み出したら早いっていうことだよね。ここに手があるかどうかって、えー、それを読もうとするかどうかっていうことに問題があるっていうことですね。 っていうこともあるんですね。気がつかなきゃ読まないでしょうね。はい。で、あれすみません。はいえー、この前に、ね、あ、ここに出たね。黒,黒が出まして、はい、白が滑りましてで、まあこう押さえて、はい、まあこれでまあいわゆる計算の五に入ってますね。はい。結構あるよね。ここだけでもすごいよね。 あ、こうた。はい。可愛い,いけど、これ最悪じゃん。可愛 <laughs> い,いけど、最悪。これ四目損なんですよ、計算上。だから。はい。これでも楽勝に勝ってるという。あ、なるほどでしょ。勝ちましたって言ってんだよね。うわー、やんな子だね。<laughs> あ、でも、白もうすぐに打たずに、中央守りました。あれ、与党さんも硬いね。 どっちが<あ><え>ここが怖いんだねはい覗きが効いてこの切りがもう圧倒的に怖いんですねはいで仮につないででこっちに受けると逃げてきますんででこうやってここの切りが効いてでここと 下駄ですね。これは簡単でしょう。でも皆さんもコンピュータクラスはあるんですね。<laughs> これ見てわかるのはね。で井田さんとしてはそれが危険なもんですから受けたと。至ってでも紳士的に打ってますね。あの彼は強いよと。ええー。十、うん、二、十、三、十、四、十、五、十。黒が跳ね継ぎに回りました。あならこっちの方が味がいい。 あそんなとこまで、ね、分かってんのこの方は <laughs> すごい当て打ってますね当てを打って跳ねてあ失礼しました、うん、こういう打ち方なんていうか知ってるいえ、わからない店じまいって言うんですよ <laughs> <laughs> まあいわゆるもう勝ちだから、はい、難しいこと打たないでもう陣差して勝ちですよって もうちょっとガラガラガラって締められちゃってこれでも多分負けてるでしょ大佐にでもねこれもう田さんとしては最強に打ってますよはい、うん、あの手この手とねえっ打ってますが黒が囲いまして、うん、で囲ってギけ継ぎ、うん、で 一般的にはもうこういう切り取りがもうむちゃくちゃ大きいんですねこれも軽く10目以上を超える、ええ、大体先手ですしねただまあそんなとこよりも中央を、はい、まあここで切り込みを入れるか切り取るかですけどはい。ここでも軽く50近辺あるでねもう60近くあるはい。 七十、八十、九十、ねええうん、まあ九十五はいくね。ええ。十、二十、あこれが四十、五十六時七十、うんまあ二十目以上やられてるね。そうですか。ね。至って大雑把な計算ですから、<laughs> あのあれですけど、あのちょっと力が一緒なら勝てないぐらい差があるね。うん。やるな。<や>これはやる。 やっぱりは正直、与田さんに4子で打って絶対勝てるって言えないでしょいいいや言言ええななです僕も本当に言えないぐらいあ5って怖いじゃない一手でこう逆転食うから、はい、まあ4子なら一応プロなんで勝つと思いますとは言うけど <laughs>、はい、でこれはねちょっとミスはしてるんですが、うん、んセンスいいね 5, 5のセンスが。 ただもんじゃないね結構コンピューターですと計算とか答えが出るところに強いのかなと思ったんですがうん、うん、感覚的な分野も作れてるんで,、ね、そうなんですね。どうしてでしょう、ね、これがどうやってこういうふうになるのかはいジャブをジャブですねまあ押さえたらはさみつけるっていうことですが。はい ここでもうここやめた次ってったらもうここで動くなら投了するここでやめてここに打つ、えー、あんた偉いってもう分かったよって <laughs> ちょっとねで,でも受けにくいとこですけど<え>押さえてても形成はいいんですがはい、うん、押さえましたね、うん、そしてハサミ付けです、うん だらここで切って、はい、でつないで切って、えー、でこのぐらいの能力であってほしい <laughs> まだね <laughs> だってコンピューターに負ける日が来るかもしれないだってもう将棋危ないでしょそううですねもう五分の戦い五分という噂もあるしもう抜かれてるって噂ですよはい僕が言ったんじゃないよ <laughs> そういう噂まだあるんだよ で、あ、えっと左側次ましたね。あ,あ、それはちょっと朗報ですね。与田先生、また先生がちょっと動くと。<laughs> あ、ぴったり。<laughs> <laughs> あれあれあれ。わかりやすいですね, <laughs> ね。まさかね。びっくりしたね。やっぱやる気になったんだね。 もちろんこれで負けにしてるんじゃないんですがちょっと厄介なんですねこういうとこを打つと傷が残るんではいだからちょっと罠を張れる可能性がねまあこういうとこ切り取っといてね、えー、一発罠を入れる方法があるかもしれないですよね。白がぶつかりですね左辺あーはーはー おあれ時間つなぎってやるのかなそんなことはないよね時間つなぎこの逃げ自体は損はないということですかねしかしはいなんかドキドキするね,ですね切るの忘れちゃったかもしれないね <laughs> それで左辺切りましたね<ー>何だったんでしょう期待させたんじゃない <laughs> センスこんなことしてるから <laughs> 心理作成までできるんですね <laughs> コンピューターはまあ無論これが損した手ではないんですがまあ交材を損したぐらいだけどね、えー、はい彼はこうできるの彼と言いますえっとこうプログラマーいうレ,レミさん、うん、えっとどうなんでしょう 一級ぐらい。一級ぐらい。あ、あじゃ、自分が、あ、今、黒が勝っているかどうか、判断するには、ちょっと。わからないぐらいだね、九割九割。そうかもしれないですね。いや、ドキドキしてるね。決していいですよ、と教えてあげたいね。<laughs> <laughs> だいぶ気持ちも楽になるでしょう、ね。楽になるよね、やっぱ、勝ちたいよね。はい。はい、やっぱ、自分の子みたいなもんだろうね。そうでしょうね。可愛く,くて、可愛くて。 後ろ下がりです、うん。こういうところでミスするっていうことは絶対ないんでね。えー、絶対受ける受けるですよね。はい。次ました。まあそうですね。まあこのままいけば20ぐらい負けんでしょうが、例えばこういう切り取った。 左上コスミですね。三三、うん、です。そうですか。まあこの調子じゃ勝てないと思うんでね。右下次がやはり大きいです、ね。これも当時これ手抜いたら死んじゃいますからね。どうなってるんでしょう。まあこうやって、はい、こうやってこうやってあ。これはちょっとスペースが狭いですね。狭いからね。あ実戦も黒。繋え、ね、つきました。うん、でこれがあのー、打ちたくない手なんですよ。 基本的に兄弟原価っつって白地がこっち側が減るんでね、はい、だからなるべく切り取りが大きいんですがまあ非常に紳士的に与田さんは打ってますあ。まあ、抑えてないねこれがまあ8目強だね。まあ10目に近いかな。実は 当て込み<お>差し込みというんでしょうか。なんとも言えない手ですね。<laughs> い悪い手じゃないね。<laughs> はい。気が付かない手だけど。聞いてるんですか。結局渡ったらこうやりますよっていうことですね。はい。あピタピタと。でここにビョーンとこう削って味がいいと。はい、でもここに打つ理由はないんだけど。はい。 コンピューターにとってそういう考えはないよね。ここに打つ理由じゃなくて、こう打てば勝てるっ,って打ってんだよね。なるほど、うん。理由は勝てるっていう理由だもんね。はい。なかなかの手だよ。うん。<laughs> うん、あ、白ぶつかりですか。うん、まあ結局このおサイを打つということですが。はい。だからこういうサイとか打ち忘れるようだと試合で難しくなっちゃうよね。 ど、どうですか。はい。強いなと思いますかね。いや、思いますね。え、それは、ほ、ほ本当に。え、はい。<laughs> <laughs> <laughs> じゃ、あ本当だ。<laughs> <laughs> なんていうか、乱れないですよね。そうね、乱れないね。えー、ここで時間つなぎをすると。 これ三十分の持ち時間だから時間がはいあ今映ってますね。えっと、はい、クレイジーストーンが残り十分、そして余談が残り十二分となりますね。じゃあ時間つなぎの指数はないんだよね。はいワンクッションに入れる癖があるんだね。<laughs> うん、なるほど。 で九十ちょいだね。黒字が九十ぐらい。八十ちょいだからまああとまあ黒番だし十五目ぐらいはやられかな。そうですか、うん。ぐらいはしっかりね。はい。まあ、うん、中央。 切っできました,た、ね。まあそれ、うん全然硬いね。ここは手がいるんですね。これね、なんか狙ってんだと思うんですよ。与那木団が。なんかありますかね。例えば将来ここに来た時に手を抜いてここの羽根回生の筋がないかな。あ、でも今黒。 ここに次ましたね。これおきい味もいいしね。ええ <A>、おっきいね。寄せも正確ですね。うん、そして白が次ました、うん。お、手抜いてるよ。白は黙って受けました。そうですね。ちょっと黒が考えています。あ、いいぞいいぞいいぞってなんだ。出ましてで切ってはい。 多分、ここ受けられたら、投了するんじゃないかな。なぜなら、もう一曲目があるから。<laughs> ね、あ、こう取りで受けました。こう取るっていうこと自体が危ないと感じてるもんね。はい、いや、これは強いわ。<今>あ、与田さんってね、僕と同じぐらい計算できないからね。<laughs> 本当にできないんだいやでもレベルが高すぎる話ですけども。いやいやあのー、解説しててねどっち買ったか分かんないとか言って解説してるぐらいで。はい、<laughs> あ黒が引きましたね今。あ危ね危ねと思ったんだ。<laughs> これはやっぱしもうちょっと届かないですね。あこ,この子ねね必ずずワンクッション入れる守らずに、うん 左上飛びますこれまた与田さんにちょっとやる気出たよ <laughs> よくプロの人って頭の中どうなってんですかって聞かれるんですけどはい今日は聞いてみたいもん <laughs>、うん、このコンピューターなどうなってんだろうね今講座用黒岡これは与田さん抜くかもしれないねああそっちかいや この辺りに対してこう打つっていうのはすごい怖い発想なんですよ実ははい効かないかもしれないのにだから抜かれてもぬ抜けばはいもう勝つと見てんだよねいやでもこういうふうに打たれると黒としては嫌ですよね嫌だね嫌だ普段の指導後ですとでもやってる方でしょあ <laughs> <laughs> ああどこ打ったどこ打った下辺の西当てを打ちまして黒がうん。 で白が解消。あ、そう。これは、うん、まあこれでも抜いてて形勢は多分いいでしょうけど、はい。でもちょっとね、こういうところにあるんだね、危険度が。ええー。はい、一気にギュッと迫った。そうですか、ね。ギュッと迫ったんですけど、こ、まあこの飛び打ってるんで形勢は悪いでしょうけど、<え>これは次の対局に向けて与田さんとしては一つの目安ができたかもしれない。 まあ白の羽に受けずに血を止めまして切り、はい、となったんですが、でもだいぶ接近したね。黒が残ってるみたいですが、ええ、だいぶね、ちょっと白計算して、<え> <laughs> あじゃあじゃあ黒でいい黒でえ、えっとどっちがいい？じゃあ白の方が小さ、あ,、ねはい、あそんなこともなく <laughs> <laughs> 失礼します。はい、じゃあ白よろしくお願いします。<laughs> ま九十七ぐらい。九十ぐらいですか。じゃあ全然自信がないんですけども。近辺だね。先生白も数えていただけないでしょうか。いやたちそんなもんだったような気がする。<laughs> いや絶対下坂さんの方が計算。あいや,いや。どうやって計算してますか。<laughs> えっと二目ずつを一二三四。あ同じだ。<っ>それね最悪なんですよ。<laughs> <laughs> <laughs> あの計算ミスが2目ずれることがあるのあそうなんですよ一目じゃなくて2目ずれる最悪方法って言ってあちょっと進みましたねそんなこと言ってる場合じゃないんだね<あの> <laughs>、はい、だいぶ、だいぶ迫ってきたよだいぶ迫ってきたけど黒は少し残ってるとみてのやはり一目でも勝てばいいという、ね、作戦なんですかね クレイジーストーンの持ち時間がなくなりましたのでこれより1.30秒未満で打ってください秒読み入ったのかなはいクレイジーストーンが秒読みに入りました、はい、まあでも一目勝ちでいいちって一目勝てる能力があればすごいよねそうですね、うん、これ一番難しいことかもしれない、はい、20秒1 2 3 4 5 上読みに追われるコンピューター。た <laughs> <laughs> まりませんね。十秒。新鮮ですね。<laughs> 今もう小寄せに入ってますね。はい、白受けずにま取りましたね。はい、下辺。ですが、なんと言ってももう活魚が分かっているということですよね。はい。だからもし負けてると思ったらこんなことするということかもしれないよね。 はい。暴れ出すっていうええええそ。それを見てみたい。そうです。突然ね、こう <laughs> もう何でもいいから勝負って。<laughs> 人間味ありますね。人間あるね。<laughs> <laughs> だいぶ終局が近づいてきました、ね。もうあと数点です。<laughs> はい。 まあの浮き子の場合は形勢が悪いんで、はい、考えてもいい作がないんであんまり考えることはないんですよ。はい、まあ相手のミスマッチというか。いやでもあの意気込みを聞いた時は与田九段も相当出<っ><え>出たたました <laughs> あ抜きですか、うん、これはいわゆる一目勝つ方法のあれでしょ <laughs> こ,これは手がなかったとこなんですよね、うん、でももしあったらいけないからこう打ってても勝ってますよというたまりませんね、うん、打たれた側としてはな,なんて言えばいいんでしょうね <laughs> 20秒で受けても勝ち、はい、でも読みでは手がないと話してるうちに えーっとああーこれねこちらを取られたら大変だもんねは腹秒手としてはゼロ目ですよね竹芋は切れないんだけど人間社会では <laughs>、はい、<laughs> コンピューターでは分かんないねこれで本来終わりですよね<局>はいそうですね うん、こちらちょっかいです。<laughs> <laughs> 今多分三目損したんですね。これ終わり終わりはコンピューターはやっぱ最後までダメ集めるんですかね。慎重なんだろうね。手があったらどうしようとかそういうことですよね、はいお。あ、<laughs> えっと <laughs> 出たね。来ましたね。 もう今までが嘘のようにあら、また一目損して,してもう五目損してる、ね、大丈夫なんでしょうか<れ>おお<ー>、終わりませんねそんないんだねこっからこう頑張るんじゃないですか講座いっぱいあるんだ。<laughs> <laughs> そう、受けてるしたけふまはあー、そのようですね、うん、いや、これじゃ与田さんも投了できないね <laughs> ね最後まで打ってでまあこれが魅力なのかもしれないねえいや面白い面白い本当に面白い <laughs> もうじゃあ僕ね今回本当に楽しみだったんですけど、はい、想像を超えるぐらい楽しい <laughs> <laughs> 嬉しいですはいでこれで負けちゃうんだとちょっと寂しいんだけど、はい、ここでしっかり一目勝ちでしょうとか言ってくるのが、はい、すごいいいよね <laughs> あこれ与田さん賢いよ こうやったら、これでいいんですよ。はい。だから、こっち受けるかもしれないでしょすると。うん、そうしたらこ、ここの。あ<っ>。この点気がつかないかもしれない。さあ、楽しみだね。今、バックも見せない。<laughs> <laughs> どうしよう。<laughs> あ、気がついたね。入れましたね。うん まあ、それでも,も、これも鋼材買ってると、読んでるんでしょうね。はい。で、今、まあ、抜きになって。次黒の鋼材ですね。まあ、当てと、この放り込みがあるんで。はい。あ、れあれ。あ、そうですね。あ受けて、抜いて。はい。これ以上、白からは鋼材がないんです,よね,ないですね。だから、まあ、黒い、あと一個を立てれば。 も丁寧に全部受けてますから。はい。はい。もうないですね。そうですね。うん、あれ。お<ー>お。ちょっとこれは。どういうことなんでしょうね。これで勝ってるということですよね。はあ。終局となりました。うん、えっと字の計算は。

半目込みがあるんだ、はい、事後は許さないということで黒が,は出すあ黒が出すあ黒が出すだから二目半二目半二勝ち、うんね、なるほどねいやいやもうこれは感動しちゃったね憎 <laughs>、うん、い <laughs>、うん、黒番クレイジーストーンの二目半勝ちになりました いやもう最後にドラマがあるとは <laughs> いやここまで終盤もつれるとは思わなかったんですけれども改めて振り返っていただいていかかがでしたかあの布石感覚も非常にいいし、はい、このまとめる力もあるんで非常にやレベル高いで分かったことは<っ>陣地の中に手入れたら投了を早くした方がいい <laughs> もう勝ち目ないということだから。 これ、与田さんも分かったでしょ、形成は計算は正確だという、ね、自分家で正確だからね <laughs>、うん、でも非常にレベル高くて、びっくりしました、そうですね、うん、これね、与田さんに、2回戦、ちょっと時間ないけど、対策立てないと、これ勝てないねそうですね、うん、このクレイジーストーンは準優勝で、うん、次は優勝プログラム全部ですから、そうですか。<laughs> ああ そうですねコンピューターの棋風の違いにも注目していきたいところです。は、ね、はい、はい Everything that was happening in the game, but Crazy Stone felt confident uh, all along the game. Mm -mm. Well, the, the the end game, even though it does not change the result of the game, it's I think it's unpleasant for human opponent to uh, have Crazy Stone play like this in the end game. So, I will work to improve this. <laughs> もともと僕がやってたのが「店長の囲碁」で「クレイジー・ストーン」とは違うんですけどもでもい印象は全然違って「まあ好争い」なんかもね、あのー、あんまり「好争い」って分かってないのかと思ったら結構小「好争い」が分かってるのがちょっと驚いたというか、はい、うーんいや何て言うんだろう、あのー、うーん結構踏み込みは鋭いですね。う まあもうちょっと広い局面に持っていくことができるかどうかですけどね。こっちの方は練習してたんですけどね、<laughs> まああのまあ、一生懸命になります 2> 第2回、連戦の第2局をこれから開始したいと思います。 先ほどねあの休憩時間にいろいろ与田先生にも感想を伺いましたけども、はいはい、驚いてましたよね与田先生も、うん、びっくりしてね普通お稽で上手の反省は言わないんですよ <laughs>、はい、まずいば反省してたね <laughs> <laughs> もうどんだけ気合入ってるんだっていうぐらい <laughs> あ,そあそこで会ってばよかったって<う>悔しがってもう失格でやられたとかね <laughs>、はい、それでは対局準備ができたようなのでスクリーンをご覧ください。うん これより与田則も九段と全の対局を始めます手合い割りは4試黒板半目込み出しです持ち時間はそれぞれ30分それを使い切りますと1.30秒未満で打っていただきますただしコンピューター側はコンピューターを操作する時間およびコンピューターの打ち手を再現する時間は含まないこととしますそれでは時間となりましたお願いします 始まりました。はい。白は先ほどと同じく、左上は隅かかりですね。では、あの、普段四子で打ってて、挟んでくる方が楽だよねって受けたね。<laughs> <laughs> またビシッと言ったけどね、ただの係なんだよね。いくら強くってもね。<laughs> <laughs> でも与田さんはこのプログラムとはずいぶん打ってると。そのようですね、うん。で、これでは来ない。お、あ、これは受けのではないですよね。まあ竹宮さんなら褒めるんだよね。<laughs> <laughs> 岡ちゃんまあ、おうおおらいなんだけどね <laughs> でね出かかりと早くも独創的ですねそうですねはい模様タイプかなそのようですねお、<上に S 1> つけ上につけまして、うん、跳ねましたこれでまあ、もちろん伸びれば模様だけど押さえたら渋いからねはい、うん、<laughs> コンピューターもこういった定石というのは覚えているものなんでしょうかね ちうっわかんないんですけどはい、実践は上を伸びました、うん、これでね、先ほど一1曲目の時に、まあ、形がつけたけど、はい、必ず押さえる癖があるって与田さんは知ってたんで押さえると思ったら蹴り込んでこられて、えー、もうショックでショックで血の気が引いたとおっしゃってましたねそうでしたね <laughs> <laughs> だからやっぱ違うんですねそうですね、うん これはだからここで切るようなことは絶対しないらしいんですよ、はい、与田さんの経験上、ええ、これ切ったらもうももうもう切った瞬間に黒勝ちだね <laughs> これはダメだね <laughs> <laughs> ここは与田区団予習済みのところですけども、ええ、黒と抑えましたね で次でまあ次になるんでしょうけど、で実践はつないでですねでかかって、でね立ち合いのお面さんが結構詳しいんですよ。はい。で工の形をいっぱい作ったらどうかとかアドバイスしてんですが、<laughs> <laughs> どうなんですかね。<laughs> <laughs> あのどうもこうがまだ少し苦手ではないかとえーだ、うん、から、ね、ややこしくするとなるほど与田さんの子って実はあんまりこうにならないんですよ跳ねました切るんでしょうかねあとね結構与田さん怯えてたね <laughs> いやもしかして最善の対打はどうしようかって任さなきゃいけないと思うとプレッシャーだね。はい。受けれないね簡単にはね。もし同じく四子で対局だといかがですか、うん、自信のあ。もちろんないです。そうなんですか。こんなズレんじゃんもうどうにもなんない。<laughs> まあお押してきた。はい。この落ちは実はあんまりいい手じゃないんですよこれは。 なぜでしょうこれはこういうふうにつないどいて、はい、ここの急所を狙うと。どうすんだろう鉄柱が本手だけど。で鉄柱されて、はい、あ,あとで控え室で「この手なかったよね」って。<laughs> <laughs> 受けるに決まってるよねって <laughs> でもしこういう手が来たら、はい、これはね多分はまりますよ予想はあーいやですね<え>これ、うん、あでもおこおお間違いなく打ちますよあれあれも <laughs> んどんおとなしいなあでも癖知ってるからね <laughs> そうですね、うん、そうそう、はい、おおお この子、咲いていきました、うん。やるよ、ちょっと違うよ。<noise> まあ、これは相当なったよね。あの。こうやるってば、当然、こうできるのが一般的なんですが。はい、まあ、例えば、引かれちゃうとかっていうのをゆ、うん、これでは許さないという意味なんですね。 まあこれで似たような意味になってくるんですがこれはここにいるからもっと厳しい。はい、はい、白も断点があでまあこうなってまあ僕も読めてるわけじゃないんですがでどんな感じで騙しますかね。<laughs> 難しいね、はい、あ実戦も切っていきまして。 なるね。はい、あの普段の対局っていうのは。はい、えっと、一日二曲打つ場合もあるでしょ。はい。それは勝った場合だけじゃない。そうですね。負けてもう一曲打つというのは絶対ないから。そうですね。うん これはまあ与田さんにとって思い出の一日になるかもしれない <laughs> あここでかけついたよ、強いねそしてシロが桂馬に受けました、うん、今回はいけるかもよ <laughs> その一曲目とこのコンピューターがどっちが強いかはちょっと定かでないけどっこっちの方がシロにチャンスがある進行ですねまあ与田さんとしては今度こそセンスが飛び出てるはず <laughs> <laughs> あ、えっ、ー、と何も触れていない、ああまだ使ってないですね。まだままだね。<laughs> まだいいんだね。序盤あでも出た <laughs> で, <laughs> でしょ。だいたいこれは自分の思う通りにってる進行ですね。<laughs> さここで大技が飛ぶかな。こうやってここつける大技が、あやんなかったね。あまだ残ってるじゃない。大技のキく格好が。 これはもう与田さん狙ってるよ実際はここで伸びて細そ見つけて、はい、伸びまして、はい、ここまでもうコンピューターやってる場合じゃない <laughs> もうプロになった方がそこまでですね <laughs> はいどうやらな前はこういった切りをそのまま放置しておく癖がありそうですね,ですね、はい、これいい癖覚えたね もちろんあのこれが悪いんじゃないんだけど、やっぱ危険な要素ね、はい、の一つだよね。えそして二段に跳ねていきました。おお、あの多少ね一本調子に豪が進んでるんですね。はい。<の>と言いますと、こうぎゅ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 うと押してね。<あ><の>はい。やっぱり一回戻るっていう癖の方が、あの次の手は狙えるんですが、はい。まあ先ほどから勝つためのプログラムだから。 そういうことはまあ少々無視ということですよね。これまあ与田さんここを打つに決まってんですね部分的には。<っ>でも多分この手をやってみたいんですよ。これやったでしょ。この手。どうしてもやりたいんですよ。<laughs> これをやって、はい、バレても損はない絶対ない手だから。<っ>うん、まあ羽ぐらい。でまあ切り込む筋もあるし、これ。 こ,この切りも狙えるからね。おお、見事に回避しましたね。失礼しました。<laughs> 全相当やるよ。<laughs> あ、そうですか。まあ宮田さんとしてはもうがっかりしちゃったね。<laughs> <laughs> え、知ってんの <laughs> と思って。<laughs> あでも切る。考え込んでます。<laughs> <laughs> な,なんだよがっかりだけど。 うん、<laughs> でを期待していたんでしょうかね、うん、<laughs> まあしかし分かりやすい男だったね <laughs>、うん、長年の付き合いだけど <laughs> こうも正直な方直なんですね、はい、<laughs> これはどうなってるんですか<え>いろいろ打ちたいところがど,ど,どうなってるんだろうね例えばこう打ったとして、はい、ここに切り込んで こっち取る手っていうのは、まあ技が決まってるんですね。ここで取れちゃいますんでね。はいはい。でこの二目よりこっちの方がはるかにここの字を減らしているので大きいもんですから、まあ多分次になるんだと思うんですよね。今次ましたね。ねそしてぶつかりです、うん。でも相当大きなポイントだね。これ割り込みがあるんで、まあ普通受けでしょう。はい。でまあ出てても。 墨が白になってしまうんですか、えー。白になっちゃったね。はい。黒だと思ってたのにね。で <laughs>、その後がいいんです。まあ、これ、羽の出として。はい。まあ、これのコートしますよね。で、まあ、将来。あ、これ、ダメか、当て込まれちゃうもん。あ、そんなことない。ダメだね。当て込みがいい手なんですね。うん、当て込んで、こうやった時に、ここに割り込む筋があって、切ってもダメだね。えっ で負けるんで。まあ、それでもね。ポイントとしても大きいよね。あ、ただ、ちょっと反撃に出たようですね。誰が。あの前が、あの右下隅の方から。前やる。<laughs> <laughs> はい。ここでこうきたんですか。つか仮に受けずに、攻めに行きました。これまた、心が動くね。<laughs> でもね、岩田さんとしては、これはね。何かしたい。 やっぱ前回やられてるから、はい、やっぱ相当かっこよく勝ちたい、ただ勝つんじゃないね。<laughs> かっこよく勝ちたいですね。うん、まあここ出たいよね。はい、あ、我慢。はい。だから、えー、前さんはここでつぎましたね。そこ繋いで受けたか。はい。 いやでも不思議ですね。あのー、打ってる手は全部なかなかの手なんですが、はい、これは五にされてますね。今回は。そうですね、うんうん。なんかこうなってくると全を応援したくなるんだよね。<laughs> ちょっと頑張れって。<laughs> 形勢はまだ黒がもちろんいいですが。 黒はじゃあ今後どういうふうに進めていったらいいんでしょうまずねこういう羽がもう恐ろしく大きいんですよね、はい、おう打ったよ打ちました声が聞こえていたかのように、ねうん、結構ここで考えているようです考えてるよね考えないよね普段の <laughs> も指導って手合いみたいですね手手合合いいいみたでもこの絵考えないよ。<laughs> <laughs> 本当にね早いよ依田さんって相当決断のいい子だから <laughs>、はい、結構ポンポン打つんだけど、えー、ただこの子は傷を作ってしまったのが何しろ、うん、あ,あこっちねこれもありますね。 あ,あ、今三索に行。行きましたね。ここは戦ってはいけないところなんですね。危ないですね。で、はい、それを知ってるのも、やっぱ有能ですね。はい。はい、そして白が跳ねました。はい。まあ、ここでどう選ぶでしょうかね。跳ね出して、はい。ここで一目抜かしちゃったら、ちょっと。 残念だね。これは継ぐんですね。この場合は。この手はダメなんですね。この場合はダメなんですね。ごご手ですからね。はい、これ大変な損なんですよ。どうしてもね、ここつなあ,<ー>あ、あ、売ってしまいます。もちろんこれね上席なんですが、この、はい、このポイントは大きい。非常に大きい。ついあの黒の心理としてはまあ安定したかなと。 思ってしまうんですけれどででもやらないでしょ普段試合やってたらあ私はいやらないですね <laughs> だからやっぱりあの先手で損するっていうのが一番嫌うよねはいあまだでも二十目以上はいいねそれでもねまだ黒がリードしていますだからこんなことやってるよつけまでいくんですね、うん、だから反撃まあこれでもいいしこういう手でもいいし。 反撃食らうと結構大きいんですね。実は。ここまでいけるんですか。えっと、勇気があれば。はい。あ、あ、これもいいってい,いって。いいよ。<laughs> 全員よこれで、ま、また矢田さんショック受けて。るよ <laughs> <laughs> 抵抗されて。<laughs> なんかね、噂に聞くと形勢悪くなると。うん、おかしくなるらしいですよ。コンピューターが。そうなんですか、うん。いい間はね、やっぱし。 相当絶好調らしいの。なるほど、うん。やっぱ一目勝つためのプログラムが勝つ図が出なくなったときに。やっぱ相当やばいらしいんで。あれ。切った。はい。ハードな手だね。<laughs> ハードな。うん。これだいぶ形成。やばいと思ってるかもね。そうなんですか。か可能性はありますね。はい。 厳しそうな手に見えますが、これは切ったので伸びでしょうね。あ伸びましたね。そして次です。<coughs> うん、まあ厳しい手です。はい、打ってる手としてはなかなかの手なんですが、あの大体得にはならないことが多いですね。まだ、あ、まあここは下がっとかなきゃいけないところですけど、ええ、ちょっとこの黒石が傷んでそうそうしまいましたよね。はい だからこのねでもまあ下がってるからね部分的にそれでも相当頑張った打ち方ですよね。小林九段は普段は対局相手のこを研究したりしますか、はい、あのねしたことがあるんですけどほぼ負けるんですね。 研究しちゃうと。なぜでしょう。なんか意外に怯えちゃうんですよ。<laughs> あ、こうくるよなって。しない方が今は普通かもしれないね。そうですか。うん。しなくていいと思いますけど。<laughs> はい、はい。したってその通り打たないしね。<laughs> そうですね。<laughs> おお。 もうやっぱセンスは非常にいいんだよね。はーい。もう今回思ったのは相当。後のセンスはいいね。ええー。うん。おお。<laughs> でしょう。自信たっぷりに打たれますと。ね。抑えですか。うん、あ、飛んだ。小物件だ。はーい。冷静な一着です。はい。 これも怖い手だね伸びを誘って単に守りましたねはいこれがコンピューターの調子の悪い時だ<あ>お<っ>なんかおしゃれなの図をおしゃれだねええ、こんなおしゃれの手知ってんなら早く出さなきゃね <laughs> <laughs> はさみつけちょっと苦戦だねこれは 前さんこれは握手ですねそうですねダメが詰まってしまいましたし、はい、あ飛びねこれはもちろん羽で取れるわけですから我慢白は行きました <laughs> あ逆側から当てました丁寧ですねええ<っ>与田さん 確かに自信ありそうな団の表情ですねこれねここだけの秘密でちょっといとしくないんですが、はい、与田さんんは緩んで負けることが多いれさすさえなければもう100個ぐらい優勝してるはずなんだけど <laughs>、はい、まあここでつなぐようではもう負けでねこれ当て込んでもらわなきゃいけない。はい、こうやるといって負けちゃうんですよ。 で、こうやって、こうで、二対三ですからね。だから。でも、今割り込みましたね。割り込でこれ、だから、ここに詰めて、こうやって、ここにもう一回詰めないといけないというね。これは黒。これは黒かって。るんで、すねでこうやれば、あ。なるほど、与田先生も、やっぱ強いんだな。<いや S 1> <laughs> あ、こうやって切らそうとしてんだ。あ、失礼しました。 これはもう人生終わりです <laughs> あえっ、ー、とあ違うコンピューターだからコ,コ,あのコンピューター終わりです <laughs> これはもう突き抜かれちゃうからねああそんな作戦があって割り込んだんだそうかこれで切れば取れてるしもう、まあ、切り一本だけでも入れといた方がいいあれまだやる <laughs> 何にもないんですがやってみたかったんでしょうね それから切りました。切ったですね。うんまあちょっと気かしになることがあると見たのかな。うんうんうん。いやこれは結構ポイント取られたですね。やはり西大きかったですか。大きいですねあのここをグリグリグリっていかれているのがやっぱりし大きくてね。はい。<laughs> だからこの状態で。 これで勝ちなら凍ってますよね。これが。十三子。十三子の手ですね。え<っ>ですから、まあ、相当大きいと。で、こうやって凍った瞬間に、これは樹木弱の手になるんです。次の手は。はい。そのことは秘密なんで教えません。ですが。んどくさいんで。<laughs> <laughs> このはいこみえ一本が。 二三目違うんですね廃込み1本入るだけね。ね廃、えー、込みに抑えられないところなんですねあ、抑えられますね抑えられますけどねいはいあ、こうやって跳ねる手もあるのあ、大きいじゃないね、こうやってこうやって跳ねまで行けるからはいで、受けてあ、もう十五目ぐらいのコースの手だね ということで実戦も白。抑えましたね。たねうん、で、まあ、問題はですね、本当に、これで白が勝てるのかっていうことですね。はい。相当気持ちよく打ってますが。<っ>意外に負けてたっていうことがあるんですよ。 うん、いかがでしょうか。分かったことがある。はい。プロが負ける方が面白い。<laughs> どうもね、今一つね、テンションが上がらないのは。これも白が形成良くなってるね。そうですか、はい。もう残念ながら。与田さんに何も恨みはないんですが。<laughs> うん、やっぱ。 与田さんが負けて悔やんでる顔見たのが面白いもんさっき面白かったでしょ <laughs> 新鮮でした新鮮でね、はい、反省してねこ、えー、の与田さんがすごい反省してまあ客室からするとこういう手を打ちますよね厚くて字が増える手をはい、うん、もうカゴの中に入れてますんでね でも少し形成が不利になった時のコンピューターの動きっていうのもちょっと見られそうですねそうだね曲目とは違って違いますねはい。あ、ほらほらあ<っ>勝負でかもしれないよあれだめだね <laughs> 際どいまあでもデルタあるねここにね もだからこの辺から何かしなきゃって思ってるんだね。えー、これはもう手がないんですか？手ないで、ね、もう当たりになっちゃうもんね。えー、はい。あ、今白出ましたね。うん、なるほど、ね、やっぱ二連勝って大変なんだね。はい。この世の中にアマチュアで、まあプロに二試三試で打つ。 アマがいますよね、ええ、異常なんですねその強さっていうのは <laughs> 何か何か失ってなきゃそんなに強くならないはずなんだね <laughs> じゃあ我々プロというのはプロはまあこれにかけているから私が<あ>失ったあダメだ失ってないじゃない<え>立派な大学も出てるし<あ> <laughs> 僕らみたいにねあの、えー、もうみんな騎士になるって中,中卒でも中学からプロになって学校行ってない人も多いでしょ、えー、これはもう大変な牛ないじゃないいやそう,ですかそうですよ <laughs> 本当に大学行きたかったもんキャンパスっていう言葉に憧れるもん <laughs> 今日は念願の大学であそうなのころに行、ね、<laughs> はい。 あの誰もが知ってる。<laughs> そうですよね。誰もが知ってるかどうかわからないけど、<laughs> 田舎行くとわかんない人いるんだけど。僕はこの辺に住んでたことあるから、もちろん知ってるんだけど。<laughs> はい、で友達もいたんですよ。ええ、でやっぱの、あのご、ごが好きで、プログラム作ったりしてね。はい。なかなかいい人で。あ,あ、そうなんですね。来たよ、なんか来たよ。勝負手でしょうか。うん。だから、ここで何かしなきゃって思って。 うん何かこう勝負を打開しようとしてるのもねえ<っ>こういうところもこのコンピューターのまあ強さがわかるよね。そうですね。うん あここやばい格好してるじゃない切られると切り、うん、逃げますとちょこんとちょこんと切ってねはい捕られちゃうねそうですね、うん、だから大体切りっちゅうのは3個を切る場所があったら受けなきゃいけないね2個でも相当危ないんですよ1個2個。 受けてあれば受けれてるんでね。で三 <laughs> つもあったらもう目安だよね。はい、どうした？えっとそうだ黒板だった。お、気をついてるじゃん。ほら強いよ。この受け方が正解だね。はい。まあここで。 普通はこう受けるんだけどこの場合はこう受けないと二目損するんですね、はい、でも飛びで覚えた方がいい飛びで受ける方がセンスはいいんだよね全も飛びで受けましたね、うんうん、ぶつかって抜いて差し込みですもうこうなっちゃうとね与田ペースだよね与田さんの要請にはうまいからうまいのに半目負けが多い 多 <laughs> いんだ、うん、この子はねちょっとだから一本調子になって傷を残したんで狙われたね、はい、それがちょっと残念なとこ先ほどと違って依田さんの石音は高いの<お>悩んでないもんね顔 <laughs> 姿勢もピント背筋が伸びちゃってね <laughs> <laughs>、うん、これから紛れそうなとこはないですかないですね <laughs> で、まあ、計算ですね。まあ、一応してみますか。黒が八十二、まあ、注目は違うんでしょうね。そうですか。えっと、あ、白何目でした。白九十。あれ、ちょっと待って。ちょっと待ってください。あれ。八十、ちょっとしかないじゃん。<laughs> でね、あれっすね。ちょっと待って。そんな。うん、負けたね。<laughs> あ<れ>、与 <laughs> 田さん、負けた。<laughs> あれ、おかしいな。何やってたんだな。 気分よくってんだよ。でも矢田さんもっても計算するまでもないと思って。こんなにうまくやったのに負けなの？全然負けじゃない。負けたいね。<laughs> はい。うん。<laughs> はいというか <laughs>。うん。も、ま、うまとめに入ってたんだけど、えー、っと今までの失礼をお詫びします。申し訳なかっ黒勝ちです。やっぱ世界チャンピオンでしょ前提じゃあ勝つはね。<laughs> <laughs> あ、下がったのか。コンピューターの少し苦手と思われる甲が、うん、そうだね。で、コは負けだね、全然負けだね。えー、まだまだもつれるかな。飛びました。分かってんじゃん。全 <laughs> の持ち時間がなくなりましたので、これより1.30秒未満で打ってください。全 y.1.30 秒、予奪段は残り5分ということですね。あ、そうですか。 渋いね。それでもいいんですが。<laughs> はい。この切りも当てる方向二つありますよね。あ,ねあ,あ、分かってんじゃん。<laughs> はい、<laughs> あ、そして逃げました。これはね、鋼材が二個ぐらい多くなる可能性があるんで。寄せでは白がポイントをあげてるようですけれども、はい、形成はいかがですか。多分届いてないんですね。 多分三種目負けてんじゃないんでしょうか、えー、あここで抜きで受けたこれ、はい、最後は手入れなんですがそれもレベル高いよねここでね手抜くことできるんですが実は結構損するんですよあ抜きましたね,ね今こちらに当てましたここどうせも打ちたいんだね <laughs> 打ちたいとこなんだ、えー、でも予、ね、想は与田さんもう計算しなくても勝ってるぐらいに思ってるはずですあでもここで抜いてくるんだ こういう瞬間もすごいですよねこういうところで抜いてやっぱ相当腕がないとできない行為ですね白はどんどん先手寄せを決めています、うん、実際どうなのかね形勢さっきと違うのは黒を必死に寄せてるでしょはいあの自分のところに手入れしてないですねそういうことはしてないですなんか必死でしょう <laughs> ということは結構今危機感を持っているかもしれないそうですねさんどう もうちょっと計算するのねあれダメなのですかね解説してから計算するの疲れたっていうのはこれね2人だけの話だけど二曲ずっと立ちっぱなして疲れんだよね聞こえましたまあ思考回路がちょっと落ちるというか計算力ができなくなるってねあれこれ白ガチになってるかなあ白ガチになってる ね、はい。ね、<laughs> だからいい勝負だったね。まあでも与田さんも一谷から来てね、二連敗で返すわけにはいかないですよ。<laughs> そうですね、うん。でも近いんだよね一谷からここは。あ、そういう問題ですか。与田のリモト段持ち時間がなくなりましたので、これより言って三十秒未満で言ってください。この立ちっていうのは言い過ぎだったんだね。相当細かい棒で。えー 二十秒。四目。はい。事後は白勝ちだっけ。事後はそうですね、黒が半目込みを出してます。そうなんだろね。はい。十秒。 20秒、1 2 3 4 5でも序盤から余田九段のペースかと思われたんですが、はい、全もひたひたと食らいついてしまいたいうかやっぱり相当強い,<秒>強いっていうことだね。はい、あのこれだけやられたのに予選勝負でまだチャンスがあったかっていうところですからね。えーはい 今日は日が悪いという前さんにとっては。そうですね。今前が投了したようですね。そうなんですか。うん、いや、細かかったよ。うん。いや、あの、うん。ちょっと来る残ってたかもしれない、正しく打ったら。来る。同じような見解ですね、大倉も。 またおめえさま当てにならないんだ僕も <laughs> <laughs> そ,そうだけどもう全く当てにならないのが集まりで <laughs> 白番中央し勝ちとなりましたはい改めて与田九段の中央し勝ちです、うん、はいは <laughs> いはい まあそ,のその前に、ね、自分から突っ込んだのひどいんだけどね、うん、それ突っ込まないで跳ねつないでたらちょっと黒残ってるねもるいいれでも微妙そう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 引きが効いたのが結構だあの辺しょ どころかもしれない、ね。い全然なくや。うちそう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 。うんう、ね、んもう全然大差だと思ってたから、ね。もうそれ繋いじゃったら、ちょっと。プロが。四四曲でこんな真剣に感想戦っていうのは。<laughs> 初めて見ましたよ。<laughs> 反省の弁も聞こえましたしね。ね、はい、小林区で改めてこの一曲振り返っていかがでしたか?はい。うん、ちょっとね、前半苦労、石が伸びすぎてたんですが。はい、うん、やはり、あの後半しっかりまとめてくるあたりは。 でも相当レベルが高い。ええー。あの、ま、まあ、ある程度もうちょっと前半がしっかりしていれば。はい。もう軽く逃げ切れる。技量ですね。ええー。まあ、あんま八段ぐらいあるね。あんま八段も。ありますね。そうですね。これだけ失敗しててもね。はい。うん、いや、もう面白かったですね。本当、そうですね。はい、うん。え<っ>。あの、まあ、僕は。 前の方が僕言っ強いんで、うん、前の出してる勝率を見てるしかなくてそうすとまあ結構楽観してて私から見て左上隅の切られてでえと言ってあにもくつげないっていうのいう感じからですかねそれまで70%ぐらいででも前がちょっと楽観してましたね不思議今回は不思議なことにちょっと原因はよくわかりませんがいややっぱちょっと対策を練ってきたんで <laughs> あの。 少しや効果あったかと思いますけど <laughs> まあある程度あの本来、えー、本手打ってたら間に合わないのである程度そのまあ、うん、省いていってる打ってるって感じですかねスピード重視と言いますかい意外とあのコンピューター死活が強いイメージなんですけど意外と死活がそんなに読めてない意味はありますね、うんうん、だから 白の方もどこまでが読めててどこまでが読めてないのかがちょっと見切れないところあるんです。それそこはもう本当やってみなきゃわからないっていうような感じはあるんですけどね。皆様お疲れ様でした。まずは第一曲、えー、クレイジーストー第ヨダクダの対局から対局から振り返っていきたいと思います。いや全然予想が当たらなかったんで。<laughs> <laughs> ちょっと調べがついてなかったのはちょっと致命傷になりました。<laughs> ではもう打った感じ強いなあといった感じでしたでし、はい。思ったよりもいいって打っていくんで <laughs> <laughs>。やダクダン二曲目は一曲目といや調べがある程度。<laughs> <laughs> <laughs> やはりそこが肝心だったわけです、ねそあのそう。あの、それは、あの、非常に役に立ちました <laughs> 加藤さん、今回は余談九段、ずいぶん、もう、全について調べられてたようですが。えっと、いや、まあ、それはと、まあ、あの、ブログを拝見しており、拝読しておりまして、承知しておりまして。あ、その点、その、やはり、与田先生、ちょっと、あの、斎藤の英語も買って勉強してください。<laughs> 打ってくれていれば。いや、だから、後悔しました、<laughs> 僕。<laughs> 楽しい感想ありがとうございました <laughs>。それではですね。ここで立ち会い人のを名九段にご登場いただきます。オーク団よろしくお願いします。はい、オーはい、今日一日ご覧になっていかがでしたか。え、一曲目は黒の素晴らしい打ち回しで、そして二曲目は最後まで競った勝負で。<え>もあの、勝負としても非常に面白かった。え、二、はい、曲かと思います。え。 それではあの解説を務めていただいた小林九段にも今日の感想を聞きたいと思います、はい、いやえー、っと多くが思っていた以上に遥かに強くて<っ>今度打つ番でやっつけたいと思うんですが、はいえー、あのー、まあ三振なる日をえー、っと心待ちしてます来年はじゃあぜひああああああ自信がないです <laughs> それでは最後に対局者の皆さんに今後のコンピューター囲碁について抱負など伺いたいと思います。加藤さささんんご自身のののののに関ししてててははいいいいいいかかがでしょうか先生方との対局やろろたたくさん経験させていただいてあ,の禅あるいはモテカルそのもののあの欠点 現在こ,うここが弱点だなというのはずいぶん分かってきましたゆっくりになるかもしれませんが今後の進歩も続いていくということをあの申し上げておきたいと思います、はい、今後も期待しておりますでは最後に与田九段<の>今後のコンピューターエゴについて一言まあ正直言うとあんまり強くなられるのも困るかなって思うんですけど <laughs> まあ,あのプロが負けない程度に強くなってきたら <laughs> 嬉しいですけど。<laughs> そうですね、今後は切磋琢磨して、ね、強くなっていただ、いっていきたいなと思います。えー、今日は皆さん、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで、第2回電線戦、プロキシ対コンピューター以後の対決は。昨年に引き続き、一勝一敗という結果になりました。 コンピュータ囲ー碁といいますともっと機械的な作戦なのかなと思ったんですけれども中には人間的な感覚的分野も優れているんだなと新しく発見もありました今後のコンピューター囲碁の進化に期待していきたいです伝説戦の翌日与田九段とクレイジーストーンは改めて検討を行った後再度対局結果は与田九段の中押し勝ちでした なかなか名勝負でした <laughs> あの分かっているところと分かってないところがなかなか読み切れないんですけれどもうんでもなんとなくこう傾向は分かったような気がしますねさて次回第三回電説戦は来年2015年に開催されることがすでに決まっていますそちらもどうぞお楽しみにそれではこの辺で失礼いたしますさようなら